しい。あんまりやないか、こんな真似がどうして許されるんや。もうおよしなさい、ジョージ君がこんな姿をお二人に見せたいと思いますか。思うわけがない。姉貴、気持ちはわかるが、今は南條先生に任せるんだ。あんたにはわかんないわよ、ジョージが殺されたのよ。ジョージ、ジョージ。南條先生の言う通りや、ジョージのこんな無体な姿をいつまでも見ていたらあかん。ジョージのためにも今は耐えるんや。南條先生、手当てをして。血が足りないなら輸血を。私とジョージは同じ血液型です。だからお願い、南條先生。エヴァさん、お気の毒だが、今のジョージ君に必要なのはあなたの血ではないのです。キリエ、みんなに毛布をかけて、風邪をひいちまう。ええ。Thank you.
おはようございます皆さん。おや、これは立派な魔法陣で。前は入ってくるんじゃねえ。さっきから廊下で話を聞かせてもらっています。お亡くなりになられたのは4人ですか？心よりお悔やみを申し上げます。すまねえな、エリカちゃん。取り込み中だ。部屋で待っててくれるか？そういうわけには参りません。現場検証は探偵の権利ですので。お前に用はないと言ってんだぜ。部外者はおとなしく引っ込んでろ。現場検証を妨害する容疑者が犯人であるミステリーは残留というのが私の持論ですが。お前の都合など知るか！出て行け！お前なんかお呼びじゃねえ。エリカちゃん、ほんまにすまんが部屋に戻っててくれんか。今は取り込み中なんや。ジョージー、ジョージー、どいてください。現場検証できません。もしそれが必要なら俺たちがするし、警察がする。お前にみんなの亡骸をさらに恥ずかしめる権利なんかあるわけがねえ。探偵権限。探偵は全ての現場を検証する権利を持つ。そこをどきなさい、後ろ宮バトラ。これは人間側に認められたゲームの正当な権利よ。ご安心を。死者の尊厳を犯すことが目的ではありませんので。別に喉の切り口なんておぞましいもの覗きたくありませんし、私が知りたいのはもっと別のことです。つまりこの殺人を誰が行ったかです。南條先生、それから皆さん、特に第一発見者のバトラさん、いろいろとお尋ねしたいことがありますので、ご協力をお願いします。だから何の権限があってだよ。私が探偵だからよ。さて、ラムダの第一の晩、楽しませてもらおうかしら。死体は4つ ?2 つ足りないわ。まあ、6人殺す義務もないわけだけど、そういう遊びだしね。あの子、空気読める子だから、あと2人もどこかで殺してるに違いないわ。
何これ、どういうこと、どうして魔法陣が。きっとベアトリーチェ様の真似がしたかったのよ。あはへったくその魔法陣。真似どころじゃないわよ。人間の誰かがベアトリーチェ様の仕業に見せかけるためにわざわざ書いたんだもん。とにかくベアトリーチェ様に報告を。ゴールドスミスの秘密を守る仕事だけでもお腹いっぱいなのに、迷惑な話ね。でも全然美しくない殺人だわ。別に密室でもないし不可能犯罪でもない。こんな無様な殺人、ベアトリーチェ様に全然ふさわしくないわ。フルドエリカか。予期せぬ事件の予期せぬ女、そして19年前の予期せぬ男。気分はバトラーに解かれるし、今回のゲームは普段とまるで違うわ。何がどうなってるの。行くわよ。はい、お姉様。パン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 。こんな感じでどうでしょう。トマトの感じがちょっと可愛くなったと思います。実に良いですよ。シャノンさんもなかなか分かってまいりましたね。食堂の準備ができましたよ。いつでも運べますからね。もうじきですので配膳車の準備をお願いします。終わったよ。源氏様は？まだいらっしゃらないの。珍しいわね、寝坊されるなんて。あの源氏さんでもお寝坊をね。親族会議の最中だというのに緊張感に欠けてますね。カノンさん、起こしてきてあげてくれませんか？はい。寝ぼけ眼の源氏さんってどんな顔なのかしら。私もご一緒しますよ。カノンさんは今朝起こさなかったんですか？僕は昨夜